北条時宗は、鎌倉時代中期の鎌倉幕府第8代執権として1268年から1284年まで在職しました。5代執権の北条時頼の次男である嫡男として、鎌倉幕府執権職を世襲した北条氏の嫡流徳宗家に生まれました。モンゴル帝国、大岩朝、の圧力が高まる中で執権に就任し、内政にあっては徳宗権力の強化を図りました。また、 モンゴル帝国からの二度の信仰、原稿を退けました。官位は聖五以下相模森で、奥従え1位となりました。